こんにちは、さちこです。オンラインストアで注文していたハンドタオルが届いたので、今日は我が家のタオル事情についてお話ししようと思います。まず我が家は、私と夫の2人暮らしです。で、洗濯は2日に1回しています。なので、する日、しない日、する日、しない日っていう感じになっています。それでその洗濯の頻度 と、タオルの枚数とを合わせてちょうど良くなるように考えて数を揃えています。足拭きマットが1枚、フェイスタオルが4枚、ハンドタオルが6枚、キッチン用の薄いタオルが3枚、それからトイレに置いている、ハンドタオルが2枚です。ご覧いただいたように我が家にはバスタオルがありません。で、代わりにこのフェイスタオルをお風呂上がりのタオルとして使っています。これは私がもう一人暮らししている時からずっとこうしているんですけれども、洗濯物の量が物理的に減るので、面積にしたら多分半分、バスタオルの半分になると思います。なので、洗濯物の量が減って、それで洗濯物の回数を減らすことができるっていうことで当時していたんですけれども、今では2日に1回洗濯をするので、そっちのメリットよりもやっぱり収納場所が少なくて済むということと、あと干す時の場所も少なくて済むので、これを続けています。バスタオルの代わりにフェイスタオル、フェイスタオルの代わりに使っているのが、ハンドタオルです。ハンドタオルは朝新しいのを2枚出しまして、でその乾いた気持ちいい状態で朝顔を拭くように使っています。でその後はそのまま洗面所にかけておいて、ハンドタオルとして1日手を拭いて使うっていう感じにしています。2枚になってしまうんですけれども、面積が増えるわけではないので、洗濯物の量としては増えることがないです。フェイスタオルじゃなくてハンドタオルを使っている理由なんですけれども、やっぱり家族だからそんなに嫌っていうことはないんですけれども、やっぱり朝一乾いた一番新しいタオルで顔を拭くとすごく気持ちがいいので、1人1枚っていう風にしました。今回ネットショップで購入したこのハンドタオルなんですが、7枚セットになっていました。もともと茶系ではこの3色が商品としてあったんですが、それで、私が使っているフェイスタオルはこの一番明るい色なんですけれども、このフェイスタオルを買った時にはハンドタオルが商品としてなかったんですね。半年ぐらい前かな、商品化されまして、で単色売りではなくて、この3色の組み合わせで販売されています。で、初年度だけ限定でこのタオルが1枚おまけについてくるっていう風になっているみたいです。そういう事情があって、フェイスタオルとハンドタオルを買う時期が少しずれたんですけれども、なので、今日までは前からずっと使っていたこのハンドタオル使っていたんですけれども、引き続きもうこれもなんかフリンジがすごいことになっていて、まあ、これ切ったら普通に使えるんですけれども、こちらは雑巾に昇格です。このタオルは全部、スコープというオンラインショップで買ったものなんですが、これがなぜ単色で売っていないかっていう理由が書いてありまして、その1色ずつ
バラ売りしようと思うと、それぞれの在庫の箱を倉庫にドンドンドンと置かないといけなくて、それではもう回らなくなっちゃうから、この3色セットにしましたというふうに書いてありました。で、このブラウン系の3色の他に、ブルー系とグレー系、それぞれ3色ずつだったと思うんですけれども、全部で9色の展開になっています。ちなみにどの色も結構こだわって色を作られているみたいで、おしゃれな感じのニュアンスのある色が揃っています。選ぶのすごく迷うと思います。これのちょっと変わっているところが、ここ角っこにこんな穴があるんです。穴で、こっち側には今治のマークとこんなタグが、お店のタグがあるんですが、なんかここに穴に通してこんな風にして吊るせるようになっているようなんです。私はこういう風には使っていないんですけれども、ちょっとこういうおしゃれな小技が効いていたりするタオルです。へたらないし拭き心地がいいです。私はあんまりふわふわのタオルってそんなに好きではなくて、どちらかというと太陽でお日様で干したガワガワのタオルとかが好きなので、これぐらいがちょうどいいです。厚すぎず薄すぎず、でふわふわしてないし、すごく拭き心地もいいタオルです。皆さんのお家はタオル何枚で回してますでしょうか。これからタオル入れ替えしようかなとか、あと一人暮らしとかを始めようかなと思っている方の参考になったら嬉しいです。最後までご覧いただいてありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。ところで、ホテルのタオルあるじゃないですか、あれは拭きにくいですよね拭きにくくないですか。私はなんでしょう、あれすごく重くないですか。家のタオルだとこう髪を拭くのにもバーって拭けるんですけど、ホテルのタオルはなんか大きいしガワッとしてるし重いしで、えいって感じになるので、あんまり好きじゃないです。その安いホテルももちろんそうなんですけど、ちょっと奮発した時のホテルでも、まあタオルの質感は良くなるんですけど、やっぱり大きい重いは変わらなくて、なんでだろうと。あれは私があんまり好きじゃないだけで、世の中的にはあれが良しとされているのかなと、いつも実はいつも感じています。いかがですか。